大高型航空母艦は、大日本帝国海軍の航空母艦の艦型。いずれも、原型となったのは商船であるが、建造に際しては、有事の際の空母への改造を前提として、優秀船舶建造助成施設制度の元高多額の政府助成金が使われており、船体の設計には、海軍艦船本部の意見が大きく作用していた。選手第一戦争は、 航空機用の燃料タンクへの改造が織り込んであり、第二戦争は航空機用爆弾、魚雷庫に使うことを前提にしていた。前後の船蔵の位置もエレベーターの隔壁位置に合わされている。ただし、正規の航空母艦と同様の防御構造はなく、防弾艦板、燃料タンク、爆弾層の防御などは最低限のものでしかなかった。改造は、 遊歩パン以上を撤去して格納庫パンとし、その上5メートルの位置に飛行パンを設けた。手記は、客船時のままとしたため速力は21ノットにとどまった。しかし、ベースとなった船には、日田丸休暇客船の3隻に加えて、一回り以上、小さなアルゼンチン丸に、ドイツで、設計建造された客船、シャルンホルストまで含まれ、 一見すると雑多な寄せ集めにも思えるが、新田丸級はシャルンホルストに対抗して、これをベンチマークして建造された経緯があり、要目も近かった。大高、上高、海高は客船改造の空母であるが、日本海軍はこれらを正規航空母艦と同様に用いるつもりがあった。しかしながら船体が小型で、機関を強化せず、 最大速力21ノットと低速であることから、1000級の環状機を運用することは難しかった。元は日本郵船が、欧州航路用客船として、三菱重工業長崎造船所で建造した、日田丸休暇客船。1940年秋より建造中のカスガ丸が、改造を開始、その後に、ヤワタ丸、日田丸が改造され、それぞれ大高。 運用、起きたかとなった。艦型が空母としては小型であること、速力も低いことから、太平洋戦争中は、航空機の運搬を、主とし、内地とトラックの間を往復した。大高型航空母艦は、当時の一線級の艦上機を実戦運用できない。これは、低速小型であることから、少数機を、 飛行乾板いっぱいに滑走させての離着艦は可能であっても多数機を飛行乾板上に並べて一挙に発艦させられないためであった。したがってこれらの空母は主に航空機輸送任務に使用された。海軍機だけではなく陸軍機、総発爆撃機、総発複雑戦闘機なども輸送している。主たる輸送先はパラオ、トラック、ラバウル、フィリピン、ジャワ、 シンガポール等である。戦団紹介任務としては、1942年まで、大高は96式艦上戦闘機と96式艦上爆撃機を搭載していた。大高は1942年3月から1943年12月までに18度の輸送任務を行った。内訳はトラックに12度、カビエンに3度、ラバウルに1度、パラオに1度である。 1942年9月28日には、米潜水艦の来撃で危うく沈没しかけるも、総計で720機の航空機を輸送した。運用は21度の輸送を行っている。内訳はトラックへ17度、ラバウルへ2度、バリク・パパンへ2度である。沖高はトラックへ13度の輸送を行った。3隻の大高型空母が南方へ輸送した。 航空機は2000機以上であった。また、大高は、瀬戸内海で、発着艦訓練用に用いられた。1943年12月、これらの大高型航空母艦は、輸送から、船団護衛の任につくこととされたが、沖高が12月中に、八丈島沖で、米潜水艦の来撃により撃沈された。1944年5月から、大高と運用は、 戦団護衛に専門に投入された。護衛にあたり使用したのは97式、艦上攻撃機で、搭載機数は12から17機であった。紹介にあたっては、爆雷や対戦爆弾を装備し、2機程度が発艦戦団の周囲を索敵した。一度の紹介は2時間から3時間である。これを、ローテーションで繰り返した。 1944年5月から6月にかけ、大高は、広く11船団の護衛に従事した。この船団は、タンカー10隻と貨物船1隻からなり、皇帝は、文字から、シンガポールである。大高は、護衛艦,艦艇8隻と共に随伴し、途上タンカー1隻が、魚雷攻撃を受けるがシンガポールへ到達した。 折り返し8隻の輸送船と護衛艦,艦艇5隻と共に、日本へ向かい、すべての船が無事に帰還した。しかし、日の出から日没までの護衛は可能であっても、夜間の対戦紹介は行えなかった。1944年8月18日夜の午後10時に、日71船団を護衛していた大高は、米潜水艦の放った魚雷が航空機用。 燃料タンクに光なり刺激沈された。また運用も1944年9月17日、非74船団を護衛中に、米潜水艦の魚雷2発を受けて沈没した。時間は未明であった。AB 海軍造船技術概要、P275 では、速力22ノット、航続距離は18ノットで8000海里としている。 安倍康夫、日本海軍航空母艦、水上機母艦用目標によると飛行艦板の大きさは、大高、海洋が 162.0x23.5 メートル、沖高が 172.0x25.7 メートル。ありがとうございます。